2023年12月24日クリスマスイブです。このクリスマスイブに、オバマの谷里線を使ってウグの磯ですね。今日はちょっとここで頑張ってやってみたいと思います。よろしくお願いします。はい、では、やっていきたいと思います。最初は、こっち向きで、竿は極小 1.25、5.3メートル、ハリスが2号、これを10メートル取って、中ハリスとして使ってます。それで、ナイロンのショックリーダーを5メートル、まあ、これもう友松プロの真似ですね。浮きも00号で、浮き下が 1.5 キロぐらいからちょっと最初やってみたいと思います。で、針は6号、これでまずちょっと急ぎ輪からやってみたいと思います。今ちょっと巻き絵打ったんですけど、魚全く見えないです。今日はね、荒れてた後なのでだいぶ濁ってるみたいですね。水もだいぶ冷たいんでちょっと苦戦するかもしれないかな。もうめちゃめちゃ際から最初やってみたいと思います。はい、第1投目。この磯は上がるのはね初めてなんですけど、もうウグの漁港から出てすぐのところですね。でも今日は荒れてたんで、外は海はすごく荒れてるんで、この近場でも割とうねりが入ってきて波がたまにバシャーンってきてちょっと怖いです。さあ来るか。ストッパーが引っ張られてきましたね。はい、はい、1投目差ありません。2投目は潮でちょっと湿った沖網でちょっとだけ沖側を狙ってみます。ちょっと頭取って、浮き下とか浮きは変わらずそのまま大体この辺りで、餌は巻き餌は後打ちですね。というかもうほとんど僕巻き浮きにかぶせるような感じでしかまだ初心者なのでできないんで、ね、巻き餌投げるの結構難しいんですよね。なかなかできない。しかし寒いな今日は。なかなか簡単には来ないか。魚が全く見えてないですね。餌取りもいないしグレの姿も見えない。さっき餌取られたんでなんか絶対いるんはいるんですけどね。来ないね。おお、2頭目も餌ないぞ。知らんうちに取られてた。ここでボイル使います。まあ実は僕もほぼほぼつけ餌がボイルなんですけど、ね、生のオキアミやったらすぐ取られちゃうんでボイルを使うのが好きです。日本海はねそんなにプレッシャー高い場所じゃないんでこれでもね全然余裕でかかると思うんですよね。はい、3投目。3投目はね当たりが出るんちゃうかな。鳥がめっちゃ邪魔しに来ます。
鳥を釣ってしまわないようにしないと。お、3頭目ボイルは餌が残ってますね。これはどうするべきか。丸残りですね。だっ、来ました。はい、来ました。コッパちゃんです。コッパちゃんが釣れてくれました。今もお手前の方で、20センチぐらいのコッパグレが釣れたんですけど、手前にはあんなんがおるということで、多分見えてないですけどグレはいっぱいいるんやと思います。今日はもうちょっとサイズ、やっぱり30は最低釣りたいですね。30センチ、できたら35センチ、これを目標にしてやっていきたいと思います。ちょっとしばらくやります。はい、来ました。コッパちゃんかな。お、ちょっとサイズアップ。おお、い、25ぐらいかな。口太グレーです。まあ針がこういう風に上向きにかかってると合ってるということらしいですね。今。まあグレはまあまあ上に浮いてきてる感じですね。刺し餌はボイルで、まあラインを引き込むような当たりがね、今あんまり出てないんですけど、浮きがちょっと絞っていくような、若干絞っていくような感じで合わせてるんですけど、あの全員誘導なんでね、もっとラインにバシッと当たりが来ると結構気持ちいいんですけどね、そういう当たりはまだないですね。発生が低いのか。おっと、結構引くよこれ。よいしょ。入れ食いですね。まあ、このサイズは結構いっぱいいるんでしょうね。横に入りかかってますけど。今も馴染む前にかかってきたんで、全然グレ見えてないんですけど、だいぶ浮いてる感じかなと思います。ちょっと浮き下を浅くしてみます。一広半ぐらいの浮き下を、まあ、ちょっと30センチほど詰めてみます。入れがかりですね。魚見えてないけど、これはもう多分めっちゃおる。おお、元気、元気よ、おれ、おい、またいいとこかかってますね、これ。ちょっとグレが白っぽい感じ、全体的に。鳥がね、結構邪魔するんですけど、これでももう馴染む前にかかってる感じですね。問題はあとサイズを上げることができるかどうかですね。次はちょっと巻き絵なし、ノー巻き絵重宝。さっきの巻き絵がある程度効いてきた後に、でっかいのが後からやってきてうろうろしてるっていうところを釣る戦法。まあこれは僕が勝手に考えたんですけど、でもね、巻き絵あんまり打たないときに釣れたりすること、でかいのが最後ね、釣れたりすることがあるんでね、ちょっと、ちっちゃいのが最初の巻き絵で寄ってきた後に、来るやつを釣るイメージ。うわー、見てください、鳥が。なんか釣れた思ったら鳥がヒットしました。最悪。もう鳥が、ああ
うおぉ、ほんま最悪やね。お、マシナン来たか。おお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 、まあ言うても30はもうないな。はい、GoPro いきなり止まってる間に30アップ釣れました。とりあえずは目標、おお、はい、おお、これもでかい。ことないか、25ぐらい。まあ、さっき GoPro 止まってる間に30アップ釣れましたけど、とにかく入れがかりですね。鳥がおらんかったらええねんけどな。普通にもう多分ね、何やっても釣れる状態やと思うんですけど、こっからサイズをどうやって出すか。30までは釣ったから、もうあとワンステップ上がりたいですね。今めっちゃええ当たりやった。ラインがね、バババババーって走って、なんかえらい引くな、ここのグレー。波の影響もあるかもしれないですね。向こうに払い出してるんで。おお、それでもよう引く。おお、どうやどうやどうや、ええんかええんか。おお、まあ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 っすよこれ。カモがね、壊れてて短いのしかないんすよね、今。ゆっくり届かへんねん、もう。はい、30ありそうやけど、ないか。全然28ぐらいかな。よいしょ。お、30ありますね。今手前やりましたけどね、手前はやっぱりちっこいっすね。やっぱり竿2本分ぐらい先までぐらいしか今竿打ってないですけど、その辺で普通に後打ちで巻きポンポンって2発入れたら、まあ、30ぐらいまでは釣れる感じですね。そっからたまに35ぐらいが混じるのかどうか、35以上釣るのは何か工夫がいいのか、これはちょっとまだわからないです。まあね、もうとにかく1頭1匹絶対必ず釣れるっていう状態なんで、めっちゃ釣れますから、すれ張りにしてます。すれ張りにしたら結構すぐ取れるからいいです。やばいやばい、このフグが釣れ出したらちょっとやばいっす。これがおったらちょっとね、今ちょっと魚がよくかかってたゾーンでフグがかかったんで、なんかめっちゃ嫌な気がしますね。割と大きなんですけど、フグもやっぱりおるんか。まだなんかこのウグエリアはすごいフグが多いですよね。
もうフグにどん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 針取られてなくなっていくという悲惨な状況になりますんで、まったなあ、いつらおるんか。あ、よかった。おお、巻き絵に落下。2連続フグじゃなかってよかったです。スレバリアからオートで外れてくれました。お、餌取り出てきた。急ぎ輪にスズメダイがいっぱいいますね。浮き下を浅くして遠投気味で今やってます。まあでも大体何しても釣れる状態なんで、こっからサイズをねより分けて釣るっていうのがねなかなかできないですよね。感じあるかな。こっち側フグがね、最初のポイントはフグがねなんかえらい増えてきて、ええ感じで釣れてたんですけど、グレもフグがえらい多くなってきて、針がどん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 なくなってきたんで、ちょっとこっち側の方をやってみたいと思います。はい、場所変えて1投目できましたね。23のやつかな。ブリブリに太ってるけど、サイズはアップしないですけどね。やばい、2投目、3投目、フグです。これはやばい。フグがきつくなったので、ちょっと仕掛けを変えてみました。 3D の重りに軟質で、でっかい重りをちょっと2つほどつけてみて、フグがかわせるかやってみます。あと半誘導にして、浮きでちょっと当たりを取る仕掛けに変えました。針は4号に落として、なるべくちょっと目立たないようにちっちゃい餌をつけるような感じでいきたいと思います。浮き絵を先打ちして前にフグを寄せてたら釣れました。
グレがかかるようになってきたんですけど、まあ、ちょっとサイズがちっちゃいですね。さっきみたいな30ぐらいのは来ないです。サイズアップしました。これ30はないかな。全然30なかったけどめっちゃ引きました。おお、いい感じ。ここでこの 3B の切りでダンシズ作戦で今日はある程度買わせてるので、これでしばらく今度はまたこっち向き戻ってやってみます。こっち向き置き狙いで、3B の仕掛けで、まあ合計が来ます。フグの被害は今のところないです。ちょっとまたグレが浮いてきてるような感じなので、浮きを B にして重りも B にして、ハリスの真ん中には重りなしでやってみます。 B の浮きに変えて、1投目で、まあ、25ぐらいの釣れました。なかなかちょっとサイズアップは厳しいですね。今 B の浮きに変えてからまあまあ調子いいですね。まあでもサイズは25から7ぐらいなんですけど、割といい引きをしてヒットしてくれます。フグがねどっか行ってしまって、今なんか知らんけどすごく釣りやすいです。大きめに投げて、まあ巻き餌はもうね、まあ、特にこのフグの場合はそんなにプレッシャー高いところではないので、ちょろっと巻いて、まあ、餌がもう魚の目の前行ったら別に老けてなくても食うんじゃないかなと思うんですよ。ちょっとふわふわふわってしてなくても、もう餌がもう目の前にあったら食べてしまうんちゃうかなと思うんですよね。オバマのグレーの場合は誰もやってないですからね。ちょっとでもある方は誰も来ないでしょうね、グレ釣りなんかね。パシッと走って面白いですね。どっちのあたりもおもろいんで、どっちも捨てがたいと思いますけど、もしかしたらでかいの釣るんやったら半誘導の方がええんちゃうかなと勝手に思ってます。風強くなってきた。キレがね、いまいちちょっと今日の配合失敗したっていうか、コントロールしにくい配合になってしまってますので、適当に打ってます。でもそれでも釣れてしまうところがすごい。お、だかな、来ましたね。おお、グングングンっていう引きがもうほんまにたまらないですね。これよう引くんですけどね、よう引くけど25とかそんなんちゃうかな。ほら、いいとこかかってますね。湯がかりなんすよね、もうね。もうほんまに真剣数だけ狙ったら50匹は絶対釣れますね。もうね、そんだけ釣るとちょっとほんまに手が痛くなる。まあでかいのを釣りたいんですが、でかいのの釣り方がよくわからない。でおるんかどうなんかもよくわからないです。ここは
33まで釣れたとか言ってはったけどな。潮流れとか風向きとかよく YouTube でもやってはるんですけど、あんまりちょっとよく分かってないんで、とりあえず狙い目としてはこういう分かりやすい潮目とか汚れとか、まあ、ルアー釣りとかと一緒ですよね。そういう、まあ、魚のいそうなところを狙ってやってます。まあ、この潮目みたいなとこね、結構来ます ね。サイズがやっぱりね出ないですね。グレーはねむっちゃおるんですけど、サイズが上がらない。絶対でかいのはおると思うんですけど、先にちっこいのが食ってしまうのかなとは思うんですけど。お、来た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 、行ってて、うわ持ってった。おー、潮目のど真ん中で来ましたね。引くんすよ、めっちゃ引くんすよこれ。グイグイグイ、でも25ぐらいかな。おいし、風がめっちゃ強くなってきた。はい、今日のお昼ご飯はカロリーメイトチーズ味です。これ食ってちょっと休憩します。釣りすぎて疲れました。あんまり量釣れるんでね、1時間に何匹釣れるかちょっと数えたいと思います。今まで何匹釣ったかもうちょっと覚えてないので、12時28分なので1時半まで2時半までやってみます。おい、1匹目、25分、5匹目ぶっといけど30ない。7匹目あ、お長グレでした今の、逃げた。木を G3 に変えます。今だいたい1時間経ったんですけど、1時25分、だいたいね13匹でした。ちょっとね仕掛けのトラブルとかがあって直してたんですけど、それでもまあ10匹以上釣れたんで、まあコッパ含むですけど、とにかくグレがよく釣れる状態は変わらないです。ちょっと仕掛けがボロボロになってきたので、変えてまたやります。はい、仕掛けを変えました。白モッチの4プラス B 浮き、釣り者の牙浮きですね。これ使って、重りを B 打って4打って地図にして、最後はちょっと肩狙いで頑張ってみたいと思います。今1時半なので、あと2時間ちょっと頑張ります。ポイント変えて斜め前、先端呼吸はあんまりやってないから、やってみます。残り1時間は全誘導に戻して、000の浮きで沈めてカウントダウンで棚を探って釣りたいと思います。ちょっとサイズがね出ないっすね。30超えるやつが1発ぐらい出たら嬉しいんですけど、ちょっとダメかもしれないです。グレはねすごい釣れるんですけどね、フグもおらんようになって、餌取りの影響っていうのはもうほぼないんですけど、だから25、6のやつを餌取りと考えてでかいのを取っていかないといけないのかもしれないけど、そういう域に達してないんですね。最後1時間頑張ります。カウントダウン54できましたね。伸びないか。
粉がコッパ釣れました。おりおり、そうですね、浮かせ釣りは今一番面白いなって僕思ってハマってる釣りなんですけど、まあそれこそいろいろやりましたけどね、バス釣りから始まってアオリイカもやったし、ギングもやったし、シリバス、ジギングもやりましたし、まあ、最近ではタチウオテンヤとかもやってますけど、まあ、あれ釣りもね、もちろん夏は面白いですけど、まあ、一番面白いのがね、この浮かせ釣りですね。もう魚が当たった時の感覚がね、もうたまらないですね。まあ、ルアー釣りでは味わえない感覚っていうのが絶対ありますので、ぜひ皆さんもやってみてください。これ巻きや、刺し絵じゃないの、マジ巻きや、食べてもいいの、なんか超うまいんですけど、なんか超引っ張られる。天からなんか降ってきても、絶対食べてはいけません。ママがいつも言っていた、ママがいつも言っていた。